札幌には山が多い。これは札幌の東区から見た山々の名前だ。それらの山々は、札幌五十峰とか、札幌百五十峰などと呼ばれているが、地図に名前は載っていない。そこで、札幌市周辺の山の地図を自作してみた。地図のベースとして国土地理院の地図を使おうと思ったけど、ズームレベルが低すぎると地形がわからないので拡大して使うことにした。左がズームレベル14、右が15だが、今回は見やすさを考えてズームレベル14にした。スクショした地図の画面をパソコン上に並べて、不透明度を調整しながらパズルのように地図を完成させる。これが意外と面倒くさい。ようやく1枚の地図が完成した。この地図の上に、札幌五十峰、札幌百五十峰、番外の山、その他の山を重ね合わせていく。なかなかいい感じだ。距離のスケールも作ってみた。一応ちゃんと測定したつもりだが、結構適当なのでお許しを。左下の羊蹄山のところに判例をつけた。地図の右下には目立たないようにロゴも入れてみた。早速 A3 の B の用紙に印刷してみる。なかなかいい感じになっているではないか。概要欄のリンク先から PDF 形式のファイルがダウンロードできます。印刷設定のヒントも載せておきました。ぜひご活用ください。それではまた。